国立なんで中学レベルを超える単語にはちゃんと中がついてる。じゃあ解けるのか、解けません。国です、中学生には。すげえ悲しいと思いながら、普通に英語の先生とかが読んでもこのオチが分かんないと思うんですよ。そうで始まりました、もってちチャンネル。さあ今回はですね、難関高校入賞特シリーズ、はい、やってきました。筑波大附属駒場筑駒でございます。東大合格率日本一の最強高校行ってみたいと思いますね。国立ですので、なんかスーパーむずいこととかは出てこないと思うんですけど、やってみたいと思います。45分で100点満点、うん、ただリスニングは公表されておりませんということです。なんか書き取り、問いには日本語で答えるんだ、へえ。ディクテーションがあって、設問に日本語で答える、でその後で記号っていうのがリスニングだそうです。はい、じゃあそれ以外を解いていきたいと思います。はい、もう覚えてないんだけど、確か読解と作文だったよね。解いていきたいと思います。 3 start、はい、まずは英作文、あなたのこれまでの英語学習の体験と英語学習についての考えを45以上を55以内に、短っ、狭いな間は、英語でごめんなさい。第1問、あなたはこれまでどのくらいの間英語を学んできたか書きなさい。わかりました、書きます。続けて、あなたのこれまでの英語学習の体験と英語を学ぶことについて考えたことを具体例を挙げながら書きます。3、最後に使用した語数を数えてください。これ団子40超えた、よし、 OK、 はい、いっぱいに行きましょう。2分28秒か。はあ、悲しい。いやー、こんな悲しい話を見たくないな。いや、すごいな、これ。いや、面白かったけど、むずいだろ。25分19秒でございます。いや、考える力が大事な問題ですね。公表していきましょう。それではですね、分析していくんですけど、いや、超絶難しいよ。相当レベルが高いですね。いわゆる文自体はすごく簡単なんですよ。でも答えるのが超大変だから、単語とかは中もめっちゃついてるし、こんな簡単なターキー、カーペットにすらついてるよ。トラベラーとかにもついてるんで、だからそれぐらい楽勝なんですけど、国立なんで中学レベルを超える単語にはちゃんと中がついてるんです。じゃあ解けるのか、解けません。やっぱり記述力ですね。説明問題、完全に国立大学のレベルのものですね。文字自体は簡単です、非常に読みやすいんだけど、答えを探したりするのがものすごく大変だね。だからもう選ぶ問題は簡単なんだけど、そもそも選ぶ選択の問題がほぼない、ほぼ記述ですという形。まあちょっと自由作先にやっちゃいますか。はい、まあどれだけ勉強していけたかっていうので、まあ自分はね、10年以上やってますから、当然10年以上勉強してますって言って、で英語の文法とか、どうやって英語を日本語にトランスレイするのかを学んできたよって言って、それがどんだけこの2言語が違うっていうのかを分からせたんで、 Realize とか使って考えたことを、ね、2つの言語は違う、 Pronunciation も違うし、 Word order
だ、まあそうですね、自分自身すごくこの語順が違うっていうことは衝撃的というか、それによって難しくなってるっていうのはよく感じているので、だから韓国語を喋るときは何にもそのまま考えなくていいのに対して、英語っていうのは和文英訳しながら喋ることはまずできない、語順が全然違うのに、それに対してヨーロッパの人たちはそのまま置き換えて喋ってますね。はい、では最初の長文なんですけど、いやなかなか悲しかったね、読んでてって辛くなりましたけど、おじいさんがいて、でおじいさんの息子、つまりは主人公のお父さんが再婚すると、で再婚するにあたってもうおじいさんさようならと、もういなくていいからって言っておじいさんが追い出されてしまうという話です。でそれが老人ホームみたいなところに行くんですよ。で最初まさか死んじゃうのとかって思いながら読んでたんですけど、悲しいかな、追い出されちゃう。まあその女性も冷たいんだよね。そうですね、最初が文中の誰が誰に何の印として渡すか、まあ誰が誰には簡単ですね、そのお別れの印とか、本当ねどこまで詳しく書けばいいのか、だから老人ホームに行くとかまで書かなきゃいけないのかとかですね、その辺が大変かなと思いますね。ただその後老人ホームの方を聞くやつが出てるの、河川部に具体的に何を指しているかっていう、そのそこですね、その老人ホームに行く up there で、そこにブランケットをこうプレゼントして渡して、でさよならするっていうところなんですよね。で次はまあ泣かないだから too old for that ですね、まあ、too 構文とかでもおなじみですけど、否定を表すよっていうのを知ってたかってことですね。次は4の説明しなさい、 here's something happier とかですね、 something が何を指しているのか分かんないといけないと、まあ、music であるっていうのが分かんないといけないというやつですね。酷です、中学生には。修学の範囲のレベルを超えていませんが、問題というかこの使われている表現とかね、でも超絶むずいっていう、まあこれが特徴ですよ、やっぱりつくこまので。次5に入る適切なとかって、 it's best なんとか、あ、leave ですね、 I leave っていうの、悲しいって思った、なんかもう私がいなくなるのがベストなんだとかいうね。次は it was very expensive ですね、まあこれは新しいワイフが言ってるんですよ、高かったんだろうみたいなね、これはつかめた人が多いかなと思った。で次は下線部7、 it will be useful later って言って、これが悲しいよね、2人分のそのブランケット高いって言ってたわけじゃないですか、その新しいお母さんになる人が、だったらこれ半分にして、おじいちゃんに半分だけ持たして、で父親に対して、あんたがおじいちゃんになった時に私はあなたを老人ホームに送るから、その時にこの半分をあなたにあげるよ、それでいいだろうみたいな、すげえ悲しいと思いながら。で最後が、まあ、おじいちゃんがお父さんに対して I knew you didn't want to do it ってのは、 do it とは一体何を指してるか、まあこれ send me away は書いてあるから簡単だと思いますね。はい、で次超むずいと思ったね、このクリスとマギーだ、これもどこまで詳しく書くのかによるんですよね。でターキーに行ってクリスとマギーは安いものが買いたかったカーペットで、それに対してお金持ちのジンジャーズさんたちはすごい高いのが買いたいというか、すごい高いのを買うっていう、そういう話。はい、並べ替え問題ですね。 Money is saved なんとかって言って、はい、これはスペンドの合法をちゃんと分かっているか、そして、関係代名詞のざっとですね、 That can be spent on the carpet、 spend お金 on 何々、それの受け身系と関係代名詞を通ってるっていう問題ですね。で次が何々トラベラー、すごいで、トラベラーにすら印ついてて、 F から始まるものが、あ、そうですね、 foreign はこれちゃんと見つけられないといけないですね、外国のトラベラーズ、いやむずいと思いますよ。で結局そのジンジャーズたちお金持ちなんで買うんですよ、こういう模様のカーペットで、それに対して最初の負債っていうのはもっと安いのを買いたいと、バザーっていうのも出てきますもんね。で they became sad の理由は、まあこれはそうですね、ちゃんと読めてれば、安いもの買いたかったのに高いところに連れてかれちゃったからっていうね、これどこまで詳しく書くのかな。で次は、あ、これも並べ替え結構厄介ですね、まあ she っていうのは主語にしかならないんで、だから she could not take her eyes off it ですね。はい、これできたかなとは思いますけど、まあそれでも難しいですね。どのような自分、あ、これはむずい、5番のこの人が一体何者なのかってちょこっとだけあるヒントのセリフがある。でそこからマイクラークだけですよ、このマイクラークだけから一体何者かを判断しなきゃいけないので、かなり厄介な問題、トイックで一応そういう問題も出てくることは出てくるんですか、こんなむずく出てくることはないです。で次は6に入るのは、あ、これは後ろの方ちゃんと読んでおかないといけないですね、 know a lot about、 ちなみに後ろの方読まないで自分はこれじゃねえかなって思ったら、偶然後ろに同じ表現出てきて、あ、これ正解だってなりましたね。で税関のとこに行ったら高い値段のカーペットと安い値段のカーペットがあるっていうですね、でそんなバカなっていう風に言ってるわけです。でそれで、あ、さっきのジンジャーズさんたちっていうのはすごい高いカーペットを買ったんだけど、え、そんな価値のあるものなのってわけ。それに対してこっちの人はお目が高いですね、すごい価値のあるものを安く買った人なんで、だその差がびっくりっていう話なんですけど、いやこれオチまで分かんない人がほとんどだと思いますよ、普通に英語の先生とかが読んでもこのオチが分かんないと思いますよっていうぐらい相当難しいですけど、時間かかって、だから私2回読みましたから、1回で無理って思った、1回読んだだけじゃこれを解くことは絶対できないと思ったんで2回読むことになりました。だからそれぐらい厄介な問題であるってことですね。さすが
つくこまです、恐れ入りましたというのが感想。いわゆる単語とかは難しくしないでこれだけレベルの高い問題を出すことができる。だから改正とかなだと全然違うタイプの難しさ、全て記述ですから、やっぱり国立で東大目指す人が受けるって感じだね。もうこの時から東大向けの勉強をしてる、中学生の段階で東大向けの勉強ができてるっていう感じだと思います。知識ではなく考えて解くっていう問題だと思います。はい、受けて合格する皆さん本当すごいと思います。いやお見それしました。相変わらずすごいよく作られてるっていう感想ですね。はい、ぜひやった方とかもね、はい、ご感想お聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.